建設中の函館海岸町競馬場1891年の函館円形図左下に函館海岸町競馬場が見える。上記の円形図の拡大図函館海岸町競馬場は函館区海岸町2883年から1896年まで存在した一周は440件コース幅は8件の環状のババを持つ競馬場。経営は 北海共同競馬会社。後に、北海共同競馬会社は拡大され、函館共同競馬会となり、函館海岸町競馬場を経営するが、函館共同競馬会は1896年に、亀田国川村座カに、競馬場を移転し、カシノの競馬場は、その後拡大されて、現在の函館競馬場になる。函館の競馬の歴史は、最例競馬で始まる。 江戸時代の旧暦の単語の節句、函館近郊亀田村万年橋付近で競馬が行われていたという。亀田村の競馬は、函館の新聞に載ることもあった。杉浦家七の作とされる、函館風俗補充では亀田八万宮の鳥居の前で、競馬が行われていたという。またそれとは別に、明治2から8年頃からは、函館商魂社の祭礼にあたり商魂坂の下に、 あった蓬来町遊郭内にて商婚者競馬が行われたという。函館商婚者の祭礼は当時の函館では大きな催し物であったという。競馬は明治8年の祭礼では陰撃6月15日に行われ遊郭内の道路に竹柵を設けて競馬は行われ、沿道の料亭や議論では2階に席を設けて客に競馬見物をさせたりしたという。 箱館商魂社祭礼に伴って行われた、商魂社競馬は明治17年まで毎年行われ、開拓市70官僚試験場長、誘致上記や試験上員たちが開催し、審判も務め、費用も彼らが出したという。勝利者には商品として単物と授けたという。箱館商魂社の祭礼競馬は好評で毎年開催され、明治14年。 明治15年には、新歴の6月20日に行われている。函館商婚社の祭礼競馬と亀田村の競馬は、開催時期は近く、明治15年は、開催日が勝ち合い亀田村の競馬が日にちをずらしたと、当時の函館の新聞に載っている。これら亀田村の競馬や函館商婚社の祭礼競馬は、函館の競馬の講師とされているが、それは街道を利用した直線レースであり、 近代競馬とは全く異なるものである。函館商婚社の祭礼競馬は1884年6月まで行われ、北海共同競馬会社による函館海岸町競馬が開催される明治17年秋以降は行われたという記録はない。亀田村の競馬も明治17年以降には記録されることはなくなっている。1879年の函館大化の影響で、 翌13年の昇魂者競馬は中止となった。このため時の代食期間、時藤ため元は、函館、海岸町で開催された第2回、農業家に博覧会の予興として、競馬を行ったとされる。費用は、時藤や開拓史70環業試験場長、誘致場機、及び管理たちが出したという。時藤は、函館建設地に伴い、 函館県例になるが、明治15年2月には、農業仮博覧会の用地4万8000坪に一周440件コース幅は発見の、環状の馬場を設置した。この競馬場で競馬を行うべく、明治16年9月函館の有志によって、北海共同競馬会社は設立される。発起人は、函館体系らで、明治16年10月26、27の2日間に、 渡って、北海共同競馬会社として、初の競馬を行う。それまで函館で行われていた競馬は、近代競馬からは、ほど遠い祭礼競馬であったが、1883年10月から始まる、北海共同競馬会社による、函館海岸町競馬は、函館における、近代競馬の行使であるとされる。北海共同競馬会社では、競馬規則を定め、 明治16年10月26、27の2日間の競馬は大まかな番組表が記録されており、記念すべき第1回目のレースは、賞金5円の3歳日本馬限定9等立てのレースで、距離は220件で出走量は20戦。10月26日には全部で11レースが行われ、日本馬限定距離は440件が7レース。日本馬、 限定660件が2レース、最後の11レース目のミザスシュワのレースが組まれ3歳限定のレースで距離は330件が行われた。第1レースと第11レースは3歳限定だが他のレースでは年齢は問わないで行われている。賞金は5円から15円、出走料は20銭から50銭である。翌27日にも 同じ番組で競馬は行われたが、雑種場の第11レースだけは2日目には行われていない。この時の競馬では勝負服は自由で、金量も設定していない。規則は緩やかで裸馬を禁じたくらいである。競馬場には観客用に幅50件の桟敷席を設け観客の入場料は5000で6000人余りが観覧したという。翌明治十七年五月には、 第2次の競馬が行われ、その後も春秋の年2回開催されている。開催回数が増えるにつれ賞金も増えていき、大雑把だった競馬規則もだんだんと整備されていく。金量も定められ、県料も行われるようになっている。1886年7月に行われた第6次競馬では、様子がやや詳しく残っており、開催は2日間で出場馬場場60頭。 レースは1日に9レース行われている。距離は800メートルから長いもので1600メートルで、競われ、一等賞金は最高32円に増額されているが、出走量も2円と増額されている。1886年7月では、北海共同競馬会社の社長には、時藤田め元が就任し、函館体系は、検査役に就任している。 北海共同競馬会社はこの後も競馬を開催していく。1887年10月、北海共同競馬会社とは全く別の団体として、箱館の有志による競馬会が結成され、1887年10月と翌1888年9月に競馬を開催した。北海共同競馬会社と箱館有志競馬会は対立する関係にもなったという。 1889年北海共同競馬会社は、北海道庁から払い下げを受け、函館海岸町競馬場を所有する。北海共同競馬会社と函館有志競馬会は、函館の有志の仲介により1890年8月には合併することになり、函館共同競馬会と組織を改める。北海共同競馬会社の幹部は、 管理が主だったので、函館有志競馬会との合併でできた、函館共同競馬会は、官民合同の競馬会とも言われている。しかし、その運営は以前と変わらず、有志、会員からの寄付に頼っていた。官民合同で発足した函館共同競馬会は、函館海岸町競馬場での競馬開催を続けるが、1894年、 海岸町の競馬場敷地の購入を希望する者が現れ、希望に沿って敷地を売却し、亀田郡湯川村あざのに移転することになった。1896年かしの移転、新築した馬場は一周が550件と、函館海岸町競馬場よりやや拡大され、後にさらに拡張されて、現在の函館競馬場となっていく。函館共同競馬会も、 その後、函館競馬会、函館競馬クラブへと名称を開発展していく。1896年6月の競馬を最後に、函館海岸町競馬場は廃止された。海岸町競馬場の跡地は1902年12月10日に、北海道鉄道函館駅本郷駅間の開業に際して、函館駅と函館機関庫へ転用され、1909年に、 駅舎が消失するまで使用されたほか、1911年から1922年までは、現在の五稜郭車両所の前身である、函館工場の用地としても活用された。ありがとうございます。